アりがとうごこんにちは。つひこれそれでは今回なんですけども、楽天カードの本人認証サービス、3D セキュアの設定方法を解説ということで、まあ楽天カードを持っている方であれば設定されている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ設定されてない方向けにこの 3D セキュアについて解説をしていこうと思います。 今回紹介する設定はこちら、本人認証サービス、いわゆる 3D セキュアというものですね。まあこれがよく僕の動画でもちょくちょく出てくるワードかと思います。まあ本人認証サービスというのはどんなものかと言いますと、こちら楽天カードのページから引っ張ってきまして、まあちょっと上の部分を読むと、 本人認証サービスとは、インターネットショッピングの際にクレジットカード情報に加え、会員様自身が設定された本人認証パスワードをご入力いただくことにより、クレジットカード情報の盗用による、なりすましなどの不正利用を未然に防止するサービスですということですね。ちなみにスマホ決済の場合は、PayPay や D 払いとかでも、クレジットカード関連の登録をするときなどに出てくるパターンもあります。 まあ僕自身も楽天カードの本人認証自体は結構前に設定してたんですけども、まあいつか動画にしようと思ってたので、まあこのタイミングになりました。で、楽天カードで本人認証サービスを設定できるのは、まあこの感じですね。まあアメックス、マスター、JCB、ビザ、ほとんどが対応しています。で、ここから簡単に設定方法をサクッとお伝えします。まず丸一番、これですね。楽天カードのトップページからログインをして、セキュリティという項目に入ったら本人認証サービスの画面に行きます。そしたら本人認証 サービスっていうところをを登録すするククリックしますちなみにこれは僕はパソコンで作業しています。まあもちろんスマホでも設定はできます。次、丸2番。ご自身の楽天カードの入力画面に移ります。そして、半角英数記号の4から20桁のパスワードを2回入力して、クレジットカードのセキュリティコードを入力して確認画面に進みます。丸3。そして確認画面が表示されるので、ここで登録するをクリックして、これで本人認証サービス 3D セキュアの設定が完了ということです。 めちゃくちゃ簡単です一応下にも出ている通り第二パスワードなどの設定もできます まあそんなこんなで今回は楽天カードの本人認証サービス 3D セキュアの設定についてお伝えしました。まあこの動画に関してはちょっと今更感はあるかもしれませんが楽天カードを最近持ち始めたり持ってたけど設定していなかった向けに作ったのでご了承ください。まあクレジットカードだったらもし何か起きた時は何かしらのサポートなどもあったりしますがそのトラブルなども未然に防ぐためにもこのような設定はしないよりかはした方がいいかなというふうにも思っています。まあ今後もキャッシュレスに関するセキュリティ面が重要視されてくるのでまあこのような設定に関連する すすることとももちょくちょょくくアップしよううかなといいううにも思っています一応楽天カートの本人認証サービスのリンクも下の概要欄に貼ってますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました